の嫌なんですよ。いやイエーイ、待ってました。ありがとうございます。ご本人登場ね、トキワさん。はい、なんで呼んだの、この方々を。あの、もちろんそのアンコウ祭りでは、はい、いつもアンコウチームの皆さんが来ていただいたりとかねしてて、ちょっと経ってからね、こう男性の声優さん呼びたいよねっていう気持ちが僕と大里の間にあったわけです。なんで。いや、でもそしたら影浦さんがその第1号になっていただいたわけじゃないですか、はい、これ、影浦さん呼んだ後にたまたま大里、魚本店の大里がですね、時矢さんちょっと相談があるんだよって。何って。俺、魚屋本店 T シャツ作りてんだよ、親父のつって。うちの店がで、そう来るじゃないですか。そしたら僕としては、やっぱり先輩じゃないですか。対抗心燃やさなきゃいけないわけですよ。中西さん、すいません。なぜかバックプリントって。はい、なぜか間違ってですけどね、はい、本当はフロントに印刷する予定が、馴染み の T シャツ屋に頼んだらバックプリントにしてきやがって。あの言っときますけど、はい、買わなくていいですからね。無理して買う必要は全然ないので、はい、まあそんなコーナーしてるうちに大里とこう話してる時に、会いたい、あの人に会いたいっていう気持ちがこう込み上げてきてしまって、それで影浦さんにお声するとともに、お二方をなんとか呼べないだろうかと、まあ、そういった流れでこの大笑い組んだりまで来ていただいた、はい、来ていただいたんですよ。本当にすいません、なんかこういうこの人たちの思いつきで、すいません、本当にもうこんなとこまで来ていただいて、いやいや、お呼びいただきありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、本当ですか。いや、これ嫌から嫌って言っていいんですよ。これを発売するっていうのをね、ちょっといろいろ聞いたときに、はい、あ、買いに行きたいなあ、だって俺のキャラクターグッズだもんな。もうこれは買いに行ってちょっと会えたらいいなっていうのが思ってたんですよ。機会がなかなかね、はい、あれだったんで、で今回これで呼んでいただいて、はい、ね、こんなことに。でも中西さんね、昨日僕に聞いたじゃないですか、はい、ところで大里さんのところと常盤さんのところ、これどっちが売れてるんですかっていう話を。ああ、それ気になりますね。はい、で僕答えました、正直に。はい、魚屋本店に負けております。そうなんですよ。いや、だって来てらっしゃる方いらっしゃいますからね。だって今そこにもいらっしゃいますから、ね、はい、結構いらっしゃいます。いや、別にいいですよ、あの同情心で買う必要は全然ないんで。お兄さん、はい、お兄さん、ぜひここで一声。え、今でもこれ時矢さんの方は来てる人いらっしゃらないですか。あ、いない。あ、いた。あ、いた、いた。いる。あ、変わり者がやっぱりいる。あ、でも圧倒的にシェアで負けてますよね。はい、シェアで負けてます。じゃあせっかくなんで、ここお越しいただいたわけですから、じゃあそのセリフをね、じゃあ あなたちょっと、あなたちょっと後ろ向いて、はいはい、なんかキャラクターを見せて、なんか劇中のセリフをさ、俺普通のシャツ正面着てないの。着てないの。違う、俺今日ごめん、コスプレだから、劇中のコスプレだから。違う、俺もヒレをよく見ると書いてるから。そう、とんかつ屋のコスプレで来たの。どういうことなんだよ。人に着せといて自分着ないってね。そんな自分も着たくないような T シャツを着かせる。聞いてくれよ、みんな。だよ。一応10話のとんかつ屋さんに近づけるために僕今日これ買ってきたのね。そして、いや、そう言って着たくないでしょ。だからそして、でも今ヒゲも生やしてないから描いたの。描いたの、一生懸命ね、許して。みんななんかすごい衣装がちゃんとしてて、僕だけなんかそんなことないですよ。すごい申し訳ない感じになっちゃって。いえいえいえ、ね、なんかあたかもこんなの着るんじゃなかったってのこ、はい、これはこれでね。ありがとうございます。じゃあまあ、じゃあ、はい、あのおっさん、じゃあ僕は後ろにいますから。はい、はい、ああ、なるほど。ちょっと、はい、ちょっと待って、中の人にやらせてもらえます。小道具が必要なんで。小道具ちゃんと、小道具も用意したの。ああ、なるほど。すいません、本当にこの人の自己満足のために今回のステージがあるような感じで、自己満足に皆さん付き合わされてますからね。本当すいません。じゃあ行ってみましょうか。はい、明日は勝つよ、これおごりね。今日はガンガンかけて、明日ガン勝つぜ。めっちゃ幸せなんですよ。すごい、初めてそんな笑顔を見た気がします。はい、やばいです。ちょっとセリフ間違えちゃって、すいません、ありがとうございます。カツカツ食べてだった。はい、後でもう一回僕の耳元で言ってください。、はい、すいません。